うぐいすうぐいす色とは灰色がかった緑褐色を言う。しかし、抹茶色に近い、柔らかな黄緑色を連想する人もいる。前者は、うぐいすの羽に忠実に取材した色であり、英語のオリーブグリーンに近い。色名として、正式に定義、分類されている名称としての、うぐいす色。後者は、ウグイスと同じく春先によく見かけられる野鳥の目白の、羽の色との混同が元。 春らしい名前と色の組み合わせのため、商品名などで使用されている、うぐいすをイメージした色。また、江戸時代中期には、前者の色名、うぐいす色が、より茶色味がかったうぐいす茶という色味が、女性の普段人の色として、大流行したため、当時は、うぐいす茶色を、うぐいす色という風潮があった。日本では、うぐいす色というと、 メジロの体色のような色を連想する人も多い。これは、ウグイスとメジロが混同されて捉えられているからである。ウグイスとメジロは共に、スズメ目に属するが、前者はウグイスか、後者はメジロかに属し、ウグイスの方が2から3センチメートルほど大柄である。共に、日本ではよく見られる野鳥で雑食、春先になると、ウグイスは繁殖行動のためにさえずり始め、 メジロは、人家の庭木の蜜を目当てに定地に姿を見せる。そもそもこの二種が混同されるのは二種の外見と、性質が問題であった。メジロは、日本人好みの柔らかな色調の黄緑の羽を、しており、性格も活発で比較的慣れやすく、かつては愛岩用に飼育されることも多かった。花樹の蜜を好むため、春先には庭に来て、地位。 チートサイズりながら、梅や椿の蜜を吸い、たまに花を散らしたりするのでよく目につく。一方、ウグイスは地味な生えがかった緑褐色の羽で非常に、臆病な性質。人里の奥や藪の中で生息しており、なかなか姿を確認できない。オスは、ほうほけ巨、谷渡りと形容される老老とした声で鳴く。誤解の原因はどうやら片方が、微生。 他方が目立つ外見を持つことに由来するようだ。庭の片隅の矢部から、ウグイスの声が聞こえたとき、すぐ目につく、満開の梅の花を、目白が荒らして逃げていったとしたら、朗々たる美生の主を美しい黄緑色の小鳥だと、勘違いしても不思議はない。日本でよく似合っている者同士を指して、引き合いに出される、梅にウグイスも、日本画では、茶褐色のウグイスが描かれるが、 広く用いられる花札の同志向のカードでは、うぐいすのはずの小鳥は、黄緑色に塗られている。和菓子で、うぐいすとつくものもほとんどが食欲をそそるような、黄緑色をしており、よく梅をかたどった菓子と並べてある。蜜を好む目白と違って、うぐいすは昆虫を主に食べているため、積極的に梅の木に止まることはない。ありがとうございます。